風がひんやりと秋を感じる午後ですね。第2部スタートです。丸屋根着きました。カーテンがパタパタしてますね。張り切って急にネット張りやっていきたいと思います。目標は全て終わせることです。レッツゴー。はい、まずサンラインをこの上の柱に結びつけます。そしてここを上げた時に、はい、目合いがこのようになりますが、ここを無理やりこっちに持ってきて下はかなり突っ張る感じにして止めていきます。サンラインの下は10センチぐらい長めに切ります。はい、このぐらい長く、はい、結構無理やりここで固定しちゃいます。そして下も寄せて、ここですね、ここの位置で止めます。かなりパンパンに引っ張って上がってますね、はい、向こうからガラクッと上がってここ来てます。はい、ここの結び方はですね、今からお見せします。はい、場所は違いますけど、横にサンラインがあって、このようにあのグリーンのキュウリネットがあったら、キュウリネットをこう両方ここですね、一緒に押さえて、まずこれを奥からこうですね、前に持ってきます。今度逆向きにこっちから持ってきますね。はい、でこれだけですと横に余裕でスライドしてしまうので、今度はここに輪っかを作って、こう中を通しますね。はい、でここをこういう感じで縛り付けちゃいます。はい、ぎゅっと、そうすると横にも動かなくなり、丈夫にここにキュウリネットとサンラインの固定ができます。はい、こういう形で、まあ、下とあと上ですね、2箇所固定してます。どうでしょうか、かなり高い位置、まあ、反対側と同じライン的には同じぐらいの位置に合わすことありますね。こんなに余っちゃいましたね。なのでこれは全部こちら側に引っ張って、はい、こっちに束ねてですね、同じようにここ7箇所止めていきたいと思います。はい、1,2,3,4,5,6,7箇所、はい、固定しましたね。こんだけ束ねれば大丈夫でしょう。はい、だいぶ上がりました。あっちよりも上がってるかもしれないですね。うん、でもどうなんだろう、こんだけやれば下にダラーってくることはないんでしょうね。はい、上下上下とかでやってるとですね、なんか訳が分からなくなるんで、とりあえず今 上だけ全部バシッと決めて、最後こっちまでですね、7箇所とかじゃなくて3箇所で OK、 3箇所止めて、このラインがだいぶピシッと入りましたんで、こうなった時点で戻りながら下だけ、はい、ここですね、上だけ決めてきたんで下がブラブラになってますんで、下をここでザーッと止めてみます。その方が早いです。そして下もですね、この目合いと合わない場合はここですね、ここのバッテンに結んじゃいます。はい、一回ここに結んで、さらに下で固定するっていう、そうすれば横へのズレがだいぶなくなると思います。はい、現在16時35分ですね。一つの屋根、まあ、合計4本ですけど、何分かかるかスタートです。測ってみます。さらにレベルアップですね。これ少し今まではですね、こういうところに結んだりしてましたけど、ここ、はい、ちょっと前までもう強引にですね、斜めってもですね、ここで一緒に止めちゃうって感じにしたいと思います。
はい、ご注意ください。このサンラインをですね持って歩くとですねバラバラほどけて仕事になりませんので、ちょっと作戦変更です。まずは反対側を止めるようなやつをですね、これが150本か、いや今回120本作ります。1、2、3、4、はい、留め紐120本とりあえず作りましたので、はい、こちらはですね、あの真ん中に、あ、中にいる縦の棚線を半分に折った状態、それがですねここでちょうど半分折りにして、はい、あ、もうちょっと広い方がいいですね、はい、ちょうど半分にした時の長さに調整しましたので、これでですねこちら、はい、このようになってますので、とりあえず100本ぐらい、1つの間に32本は必要なんですけど、100本ぐらいぐるぐると作成したいと思います。99、100ですね。でここでカッターで切ります。そしてマイカー線を腰に巻きつけて、このようにぶら下げてレッツゴーです。無理にネットを横にずらすとこのように葉っぱをちぎってしまうのでご注意ください。現在5時42分ですね。ってことはですね1時間以上かかってますが、途中紐とかやったんで、でまた下まだやってませんので、それも考慮すると約1時間かかりますね、一屋根に。ただ今回ちょっとこれ切ったりしたんで、明日はですね30分を目標にですね、そうすれば1時間、2時間、2時間半ぐらいで、明日の午前中ぐらいに終わらせたいと思います。トゥルッピシー、以後です。本日は誠にお疲れ様でした。今日は6時、7時前からですね重要な経営会議がありますので参加させていただこうと思います。皆さんも気をつけてお帰りになってください。本当最近日が縮みましたね。日が暮れるのが早いですので、ね、ライトを早めにつけてですね気をつけて帰ってください。最初のピングピング、じゃんけんチョキ、じゃん、まただいぶ昔なんですけど、これまあこういう風にネット自体は垂れますけど、ここ垂れても、まあ、こっち側もこのように垂れるので、結局なんか均等に引っ張られれば結構パンパンに張っていい感じになるって聞いたことがあるんですけど、今日ベテラン農家さんの M さんはんなことはねえと全部こっちにぶっ倒れるって言ってましたけど、経験者の方なんかいいアドバイスありますかね。あと真ん中これ3メーターはちょっとな、確かにこれたるむんだよな。まあ棒でやるか、まあさ針金入れても結局そっか、そこに固定しちゃえばそれ以上下がらないか、まあ、針金入れるんでしょうね。あれピューちゃん、こっちに来るの分かってるんだね。偉いね、頭いいねピューちゃんね。はい、今日はちょっと明るいからそれで遊んじゃう感じかな。ん、遊んじゃう感じかな。ひよめしです、立派です。ピューちゃん、もう経営会議があるからさ、今日はさ、もう 入ろうねピューちゃん。いいだろう、もうそこほじくり返ったって何もないよピューちゃんなあ。久々にでもほじくり返してるところを動画に上げた気がするな。なあピューちゃん、嬉しいんだろ。でももう終わりだよピューちゃん。よし、ピューちゃん煮干し入れといたからね、いっぱい食べてねピューちゃん。おー、いっぱい食べてくれ。おー、元気だ。いいね、いいね、よかったね、キューちゃん。うん。